えっと、まあ今日もあの特にあの1セット目はあの、まあ、ずっと劣勢だったので、えー、まあ3三5だったりタイブレイクも4六6でダウンしてたので、まあ、そこからあの、えー、まあ戻ってこれたのは少し、まあ、ラッキーもありましたけど、えー、まあでもそこからあの特にいいテニスが自分の,あのいいテニスが出てきてたので。えー また決勝に来れてあしたまたこのでっかいチャンスをものにできるようにしっかり自分のテニスを心がけて今年2回目の決勝なので思い切ってプレーしたいと思います。